体の痛みってなぜ起こると思いますか痛みの種類として体制痛内臓痛関連痛というものがあります日頃怪我をしたということになるとこの体制痛ということになりますその体制痛に関しては読み方一緒なんですけども障害と障害がありますこちらですね障害に関しては相手がぶつかったりとかして怪我をするそういう時の障害になります でもう1つこちらの方の障害に関してはある特定の部位にずっと同じような力が働いて加わって痛みが来る例えば野球で野球型っていうのがありますねそういうふうな野球型みたいな障害を言いますその障害に関しては悪い動作をずっとすることによって同じ場所に負担がかかってくるんですけどもその悪い動作をまず見つけるっていうこと。 不良な運動パターンそれともう一つが悪い動作をする中で関節の動きが悪かったりとか筋肉の使い方が悪かったりとかそういうことを見つけ出して的確に治療するのが理学療法の世界になりますその悪い動作に関して言えば3次元動作解析装置っていうものがあるんですけどもなかなか高額な機械で普通の病院とか診療所にはありませんやっぱり理学療法士の目で見るっていうことが重要になってきます もう一つがです、ね、姿勢っていうこと不良姿勢っていうことを変えてるんですけども皆さん方ちょっと悪い姿勢をしてもらっていいですか万歳してみてくださいはい下ろしましょういい姿勢しますいい姿勢万歳してみてください上がりましたよねこの姿勢がいいということで姿勢が悪ければこういうふうにしか肩上がらないんですけども姿勢が良ければこういうふうにスムーズに上がってきますこのの一番最初の姿勢 スポーツでいう構えですね構えっていうことが非常に重要になってきますまずその姿勢を見ることそれともう一つが悪い動きを的確に判断できること悪い動作はやっぱり理学療法士の目で見るっていうことそれと関節の動きそれと筋肉の使い方を十分に理解し治療するのが理学療法士の王道です